はい、タイバンクーヘンです。ただいまですね、この桜木町のですね、このゴンドラ、キャビン乗ってきました。キャビン乗ってきました。これ1000円ですね、片道ですね。あ、来ましたね。上をね、通過してきました。ランドマークタワーがずーんと控えてますけども、ですね、一応感想ですけども、ちょっと先にですね、これナビオス、皆さんこの前宿泊したですね、ナビオスがですね、ここにあります。ナビオス横浜ですね。ここで朝食っていうか泊まりました。で、そこがですね、ランドマークタワーですね。皆さんですね、かの有名なランドマークタワーがドゴーンと鎮座してますね。で、そこがですね、コスモワールドですね。この豪華な景色ですね。ズドーンとですね。で、これ皆さんね、ワールドポーターズですよ。これワールドポーターズ。ワールドポーターズビブレですね、皆さん。このワールドポーターズビブレがですね、このコンチネンタルも見えますね、皆さんですね。修学旅行生ですね、いっぱいいますね。コンチネンタルがそこにありますね。こういう感じでもう絵日記になるような、このですね、桜木町のですね、ワールドポーターズですね。次々と観覧車は出発していきますね。どんどん観覧車じゃないですけど、このあれキャビンですね、出発してきますけども、どんどん来ますね。こういう感じですけども、はい、ワールドポーターズ、まあ、ちょっとですね、こっちちょっと行きますか。こっち一回行きまして、ちょっとこれ一回ちょっとでかくしますかね。行きまして、この橋は、あ、なるほど、なんとか橋で、ちょっとワールドポーターズですね。まあ、ちょっとこっちの方行かさせていただいて、で、そこはですね、コンチネンタルとですね、そこはランドマーク、これが、これですね、ワールドポーターズと、コンチネンタルですね。ちょっとぐるっと回しますよ、皆さんですね。ここの絵はがきのような、ランドマークタワー、ロイヤルパークホテル、ここが運河で、そこが、コスモワールド、コンチネンタル、ワールドポーターズ、ズドーン、完璧じゃないですか。で、ここが皆さん、これが、キャビンですね。キャビンです。このキャビンはね、ちょっとこんな感じです、皆さんですね。あー、いい景色ですけども、まあちょっとですね、じゃあワールドポーターズので、そこはですね、ナビオス、この前私が宿泊したナビオスですね。そこにずーんと、これね、安いんですよね、値段がですね、値段が意外と安くて、結構ですね、いい感じなんですよね。食事もですね、バイキング、あー、雰囲気最高じゃないですか。こんな最高すぎますよ、皆さん。ぜひですね、桜木町来てくださいよ。桜木町基本的にですね、もう一本で来れますから、京浜東北線。皆さんこれ、ね、来る価値ね、ありですね、これ。絶対に、来てもで、ね、損はしないと思います。はい、こんな感じでですね、ぐるっと回ってナビオスまで行って、キャビンがですね、来てますけど、これ儲かってんじゃねえか、これ。わかんないですけどね。
まあこういう感じですけども、はい。じゃあまたちょっとですね、別の場所に移動したいと思います。ありがとうございます。